当に年越しそばだ、うん、嬉しい。年越しそばギフトギリギリありがとう。そばだったんだ、天丼かと思ってた。確かに天丼みたい。いけたいけたいけた。怖いって、怖いって、なんかないの。受ける。一瞬さ、充電器取ってくる。あ、充電さん、ありがとう。何それ、花火なんだこれ。すごい花火。アラームが来た。何だっけ、天丼じゃなくてそば。そう、年越しそばじゃない。すごい美味しそう。鮭のマイキー感だって。前髪あげたらマイキー。マイキー知らん、わかんない。東京リベンジャーズ。ラランララン。前髪あげてルームにしたの。ゆずこいルームの人、主はちょっと充電器取りに行きました。良いお年を。ありがとう、ヨルミョンジャチャさん。やっほー。あ、すごい、オールバックみたいになった。え、いいやん。前髪かわいい、上げてこっかな。かわいい。え、それかわいいかな。ありがとう。やってほしい、公園とかで。服にトムがいるだって。そう、かわいいよね、これ。しかもさ、ちょっとこれみんなに見てほしいねんけど、じゃーん。なにそれ、トムジェリーマスク。これさ、サンタのプレゼント。え、マジ。サンタからこれもらって。なんかトムジェリーセットみたいな。かわいい。そう、サンタがね、これくれたんすよ。サンタがこれくれたんすよ。おもろ。あ、ご本人戻ってきました、今。あ、ただいま。ということで、ちょっと、うん、このメンツはみんな出るということで、うん、告知をしたいんですが、うん、今日発表された。死にそう。なんかこれ死にそう、やばい。なんかない。あ、でもあれは、あ、ギリ高さ足らんか。一旦さっきなんで行けたんだろう。あ、おお、あ、この微妙な。なんかサスケみたい。いや、不安定すぎるとこにね置いてんの。ああ、あ、はいはい。バカ名案、ちょっと一旦取って。隣が、ああ、ごめん。これをさ、こうして別に一人一人のこの台にすればいい。いや、確かに。はい、名案です。ちょっと下に、ちょっと下に。あー、ごめんごめんごめん。すみません。ランちゃんの髪色は光の加減ですね。うん。よいしょ。黒です、こうやちゃんみたいな感じ。こんばんは。下にやった方がいいのかな。チャップはそれでいいんじゃない。こんばんは。あれなんですよ、広角じゃないからさ、ゆずこうまで映せない。あ、本当だ。なんかさ、なんで広角になるやつとなんないやつがあるんだろうね。機種じゃない。バージョンの違いだと思う。私の TS なんだよね。だから3つカメラからじゃない。そうなの。あ、そうなのね。のっきさん、ありがとう。やっほー。逆にさ、広角じゃなくしたい時もできないよね。ベッターさん、はるかさん、てん、違う、そば。4、そば。年越えそば食べる予定はありますか。そばアレルギー。そうなの。それは大変。もったいな。だから年越しうどん毎年。あ、でもそれもいいね、美味しそう。美味しい美味しい。ハローランハローラン。そう、あの1月2日のニューイヤープレミアパーティーフレッシュ選抜で AKB 出るので、そうなんですよ。皆さん新年早々ではありますが、見てね。ぜひ。あ、でも配信もあるので、うん、配信でもまあ見てくれたら。そうそう、配信あるの大きいね。チケットも。チケット8100円だっけ。あ、そうなのかな。割とあれですが、結構お高めですけど、でも、まあ、満足な内容ですね。うん、すごいと思う。これは本当満足な内容。まあ、にするかな。そうね、うん、しましょう。こんばんは、ジェンタン、かわいい、ありがとうございます。テレビも手袋、んん、ありがとうございます。しありがとう。あの、ぜひ来てください、うん、ドラさんはこの3人と、あと大森真帆が出演します。あとはドラ2さんと16期さんです。です、16人。翔太さん、ありがとう。そう、フェスの人数が増えました。元に戻りました。なんと、ね、久々にさ、16人 V でさ、振り起こしてるよね。そう、人数多くてびっくりする。最近8人だったからさ、やばい。本当にね、大抵出てるっけ。出てる、出てるか、うん、鳥居ではないか。鳥居の2つ前ですね。へ、頑張ります。頑張ろうね。ファイト。おお、こんばんは。こんばんは。
ロラン先練習してたやつ歌っちゃいそう。いやそれな、危ない危ない、ゆずかそういうの一番やるからやめてや確信犯、うん、生子足ひろさんありがとう、ファイト、ありがとうございます、頑張るね、頑張っちゃう、頑張ります、頑張ろう、時間がないよ、本当だよ、それな本当にやばいフレッシュコンやばい、フレコンのリハもあるから頑張るよ、頑張るよ、お腹すいた、I'm hungry、 トークは誰が出るのかな、トークって何、あ、なんかあるんだよ、あるね、毎回ステージ別のところで、あ、そうなんだ、AKB も出るのかな、出ちゃない、3人ぐらい出ちゃう、書いてあった、でも多分私は絶対出ない、それさ、当日に言われん、大体確かに確かに、意外とね、ギリギリに言われるから、うん、多分出ない気がする、うん、ランちゃんは分かんない、わかんないよ、はい、予想はさとちゃん、うん、まなかさん、まほ、うん、あ、まあバランス的に、ね、やっぱ木ごとに一人は出すかなみたいなテンション、うん、確かに、おそらく、いや分からんけど予想、何人さんは新キャプテン、あ、そっか、新キャプテン4人もありえそうやけど、新キャプテンの4人だったらそんな感じだよね、そうね、まあ、そんなもんじゃない、そんな感じ、今までのとか考えたら、な気がするよ、まあ、この3人かは知らんけど、そうだよ自信持って、いやこの3人で何話すん、こんな感じで自主練の裏話誰も興味ないうん、こんばんは、どうも、うどん派そば派、うどん究極どっちも好き、すごい、何花火、ね、なんか花火、花火、ほ、星みたいな感じの花火があるのかな、表示されないから、ね、ギフトとして表示されてないから、なんで星なのかな、星みたいな感じなのかな、それとも、これ何、バグ、バグで表示されなかったら、あ、でもたまにあるよバグだよね、なんかギフト表示されてなくて、なんか前ちょっと怒っちゃって、でも本当に表示されてなくてかもしれない、たまにだからコメントもある、めっちゃ花火来てるけどわかんないんだけど、え、こっちも来た今、でも表示されないわ、だよね、誰か教えて、無料でもらえますみたいなやつだから、でもなんでエフェクト常にかかるのこれ、それが配信してるとたまにかかるよみたいな、え、そんな、どうもいい感じ、なんかの無料用だって、あ、そうなんや、教えてくれてありがとうございます、夏でもないのに、確かにハッピーニューイヤーじゃない、あ、そういうこと、うん、なるほどね、あ、ヘンリー太田さん良いお年をありがとう、こんばんは、こんばんは、そばはせいろが好き、あ、いいね、あー食べたい、お腹すいた、ダメだお腹すいたわ、うん、かちゃんお腹すいた、7時までですかって、え、今何時やろ、分からん、50ぐらいじゃない、長くて30分ぐらいかな、やろうかなぐらいのテンションです、そうそう、こんばんは、爆竹来たんだけど、爆竹花火な爆竹やめて、花火、そうでも書いてあった、有料もあるって、花火で有料もありますって言ってくれてる人が詳しいね、確かに、ありがとう、ありがとう、隼人さん、ギフトすぐ変わるから、爆竹かわいいと思ったね、全然わかんない、嬉しい、季節限定ギフトみたいな、ショールームさんお得意だから、確かに、そう ね、 ね、だってこの前、昨日クリスマスのやつ終わったばっかりだよ、確かに、なんで花火なんか、ね、あ、53分だってさ、あ、53分、ありがとう、あ、7時過ぎぐらい、うん、映ってないか、私の方、4、あら、花火さん、ありがとう、嬉しい、花火がバンバン、え、なんかさ、みんななんか髪色を混ぜた感じ、混ぜた感じ、確かに混ぜた感じ、ここがランで、ここがチャケ、そう、かわいいんだから、そう、めっちゃ傷んだけどね、すっごい傷んでない、傷んでる、うん、パサパサよ、よくチャケ傷まないなって思って、うん、めっちゃしてんのに全然傷んでないじゃん、触っても割とでしょ、うん、これアイロンしてないわよ今日、え、めっちゃ綺麗、目大きい、やば、もともと髪質綺麗、うん、結構直毛、いいな、直毛で、全然直じゃない、強い、太めです、シャンプー何使ってる、私最近毎日違うの使ってる、うん、ね、ファンテーンとあとムラシャンを交互、うん、交互にみたい
なるほどね。ドラさんやっぱ大事。カラタスはもう2日に1回か染めたての時と抜けた、めっちゃ抜けた時は毎日使う。それでこんな感じです。めっちゃ綺麗。いいな、茶毛ぐらい染めてみたい。でも抜けるんじゃない、それだけインナー抜けてるから。抜けんのかな、どうだろう、ね、何回ブリーチこれ。うん、でもあれだよ、普通に多分1回分ぐらいだと思う。これあ、そうなんだ、うん、うち2回ぐらいしてそうな色ね。だよね。でも1回黒に染めてるから、黒染めっていうかちょっと暗めにした後に1回ブリーチしてこの色。へえです。おじやさん、年越しそば。てるくらありがとう。生ハム食べてます。ドボン一般は生ハムだけ。キャンセル待ち当選通知きました。生ハムってなんか一時期ハマってた。ハマんない。生ハム大好き。ハマったことない。なんか飽きちゃった。確かにチャケいつもコンビニで生ハム買ってる。だからチャケが今日ねお菓子買ってきてくれたの、私たち。そう全然もういただいたけど早い。そうチョコパイを食べました。じゃあクッキーチョコチ、あのステラおばしゃんのランが好きなやつ、ね、そういつも食べてるイメージだったから買ってきた。え、マジ、うん、そら2回公演の時さ、よくあのステラおばさんのチョコチップよく買ってた、ね、クッキー好きだよね。クッキー大好き。お菓子の中で一番クッキーが好き。みんな何が好き？お菓子の中で。茶系しかいないけど。いや、あんた何なの？サクサクパンダ。あ、そうなの？何？そうなの？サクサクパンダ出てくるの？むずいな。そんなことある？お菓子むずいね。一番決めらんない。あ、食べっ子動物も好き。ああ、いいね。それは美味しい。この話さ、前したの誰やったっけ？あの、じゃあさ、この世の中でさ、お菓子がなくなる、じゃこのお菓子がなくなりますって言ったらさ、何が地味に嫌みたいな。うわ、地味に嫌なやつ。この話さ、誰かとしてんけど、誰やったっけ？してない。してない。あ、じゃあ誰や？マホとかじゃない？マホ。そうで、その麦チョコ嫌じゃねって。うわあの、あの本家のクマちゃんの麦チョコ言うて食べないけど。え、だけどなんかなくなったらちょっと嫌じゃない？まあ確かにね。うん、麦チョコ好き。かなっていうくだらん話してた前。ポテチか、まあ食べないな。私もあんま食べない。でもバター、ん？バター。バター。バター味のポテチ大好き。リッチバター美味しいよね。あ、そう。リッチバター。なんかたまに食べたくなるかな、ポテチは。そんな毎日とか、うん、ちっちゃいジップロックとかついてる系のポテチを、うん、あのレッスンとかの帰り道に食べちゃう。わかる。でっかいのさすがにかも。ほんまちっちゃいジップロックみたいなやつ、えらいえらい、うん、あ、そうそうそう、幸せバター。うわー、そう、幸せバターは買っちゃう。なんかこの間なんかね、今増量みたいななってんの、うん、全部一人で夜中に食べた。やばいやばい。幸せバターはマジ一生食べちゃう。それをマホに言ったら次の日マホも同じことしてた、うん、道連れにしといた。うなマジ年に何回かレベルだわ食べるの。マジ、うん、好きだけどね。全然食べちゃう、いっぱい。センタン尊い、ありがとうございます。あれかも、スナック菓子さ、コーンポタージュわかる？うん、コーンポタージュのあのスナック菓子が大好きで。懐かしい。あれなんかさ、歯に挟まんない？そう。あれか、全部の隙間に隙間という隙間に入ってくるよね。そうなの、そうなの。キャベツ太郎系列のやつ。あ、そう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 、駄菓子屋ね。それ系列のコーンポタ大好き。わかるわ、間違いないわ。なんか懐かしの味って感じ。うまい棒何が好き？あ、あ、はい、あれ、エビマヨ。うわー、それもいい。でもランはあのちっちゃい頃あのハンバーガーのあの黄色とオレンジみたいな。あんま好きじゃん。え？最近マジユズカとさ全然意見合わへん。うん。え、前さ結構合ってたよ。ありがとう。うん。仲良くなったぐらいの時。何があってたっけ？あんま記憶ないけど。でもあんまりなんか意見食い違ったイメージないねんけど、最近意見がマジで食い違う。まあ、でもまだ可愛い方じゃん。うまい棒とかだから。確かに。そんな張り合うとこじゃないの。でもね、シュガーラスク味地味に好き。ああ、美味しい。あれ、マスプルシナも美味しい。ああ、美味しい。美味しい美味しい。でもやっぱ明太子チーズコンポタ。最高最高。スッパムーチョ。ああ、好き。うまくない？まあ、梅とかも美味しい。スッパムーチョの。わかる。
かお腹空いてくる。ピザポテトも好き。ああ、そうそう、いいね。ちょっとチーズ足んない。でさ、ピザポテトもさ、そのものによってさ、めっちゃなんていうの、その粉みたいないっぱいついてるやつとついてないやつってあるやん。あ、増量みたいな。噛み合ってないから大丈夫。やっぱり噛み合わない。あかんあかん、すれ違いやわ。ハッピーターンの 250% 好き。うわー大好き。美味しいよね。公演終わった後買っちゃう、エンド欲しくて、最高。え、 250% って粉が 250% ってこと？そう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 、粉だらけ。 2.5 倍ってことよ。え、粉、あれは食べたことない。それ粉にせんべいがくっついてきたみたいな、うん、やば。そうそうそう、もはや粉を買ってるみたいな。そうなんだ。ランはあの公演の時にチロルチョコを、違う味を2個ぐらい買うのが定番、うんね。うん、チロルいいよね。我慢できないもん、2個じゃ。いやいや、逆に満足できない。あの、なんていうの、72% とかのさ、チョコあるやん、うんうん、よく食べてるやつ。 はいはい、ああいうのとかは全部食べちゃうのよ。え、そうだよ。そうだよ。だから全部食べんようにチロルチョコ2個にすんの、いつも。ああ、なるほどね。なるほど、チロルいいよな。でも 72% だったらさ、カロリーもちょっとは低いじゃん。まあまあ、うん、でも別に量がさ、だいぶ増えちゃうん。まあ量は増えても、でもさ、うん、ディベート大会ひろゆき配信してねえから、うん、ゆずゆきとらんゆきですディベート大会始まっちゃったそれあなたの感想ですよね怖い、やめときな、ほんと。あんた本当に配信してんよ。それこそ切り抜きだよ、もう。ほんとよ。確かにゆず抜きされるから。ゆず抜きやばい。ゆず抜きやめてほしい。ほんまほんま。はい、論破。なんなん、こんばんは、どうも。そんなこと言ってたけど、ね、言ってないよ、今の別物前じゃないもん。なるほどね。こんばんは、こんばんは。昨日のあだ名変えました。あ、ほんとな、ルナルナ。うん、ねえ、さっきのさ、そのお菓子がなくなったらみたいな、私と話してたっぽい。ん、おー、覚えとけよ。ガチ覚えてない。あったかよ。絶対にどっちかと話したイメージあったもん。あ、そうなんだ。うん、やんのにどっちも違ってくる。え、じゃあ誰と話したの？確認。あんたと話していいやないか。でもさ、正直なんか誰と何話したか忘れちゃう。マジで忘れる。最近やばいんだ。だからもうほんまになんかさ、うん、あのじゃあ例えばこのゆずかに、うん、ゆずか今の話覚えてたとするやん。はいはい、前で話したこと。で、それランがチャキの話だと思ってゆずかに、普通にえ、こうじゃあ例えばさとかって言ってたってさ、リュウとかはこの話前も聞いたなってさ思われるの気まずいやん、うん、だからもうな、最近もう癖でこの話誰に話したか覚えてないねんけどさっていう前振りをする。前振りして2回ぐらいされた、この間。でもさ、もう覚えられんの誰に話したか。でもちょっと切ない、それ。えー、マジ、うん、うん、覚えててほしい。覚えてないんだけど、あ、私だよそれって言われること。そう、言えよ。なんで遠慮してんの。言ってよ。そうなのよ。そうなのよ。忘れちゃう。誰と話したか。多分職業柄だよね。うん。最近お話し会もいっぱいあったし。だからさ、そうそう、ね、お話し会でさ、ファンの人と話したことか、メンバーと話したことかさ。分かんないでしょ。それはないねんけど。うん。うん。だいたい覚えてますよ。うん、私メンバーとさ、なんていうの、レッスン中の話とかやったら、そこに、うん、なんてゆずかがおったの覚えてるけど、そこにチャキもおったかまでは覚えてないとかさ。あ、それはさすがに覚えてない。何人に話したかとかをちょっと覚えてない。いや、確かにね。え、朝キョンが送ってくれたやつさ、結構リアルじゃない？うん、あーね、うん、よく見てるなって思った。普通に、あ、私も見てて、うんうんうん、エゴサしたら出てきて、うん、なんか夢を、パッと見じゃないよね、あれ。パッと見じゃないね、うん、もう結構なんか結構知ってる人やな。見てないと分かんない人だなっていう。え、でも俺は意外やった。いや、意外じゃないよ。意外じゃないの。結構、うんうんうん、チャケどこだっけ。私、夢見させるタイプ。あ、確かに。そう、だから多分パッと見違うけど。え、2番目、あのセナタとメグミンと一緒。あー、ちょい、地味に現実。あ、じゃあ突きつけるタイプ。多分キャラ的に突きつけなさそうで、うん、突きつけるからなんだろうね。エランとかめちゃめちゃ現実突きつけてるイメージあるけど、いやいや、あんまり意外と
うん、夢見てるんだ。でもなんか意外となんかちゃんとこれはダメだあれはいいみたいなしっかりしてるじゃん。うん、うん、え何基準なの夢見させるって。わかんない。え何どこに対しての夢を見てるの。確かに。だって恋愛の話なのかさ、この確かにこの活動に対してのとかなんかどこに、まあ、活動に対してじゃない。わかんないけど。でもあれはなんかあれすごいよね。割と確信ついてんなと思ったよな。結構びっくり。何の話でしたか分かんないですよね、うん、ごめんね。じゃあもしかしたら知ってるかもしれない、うん、エゴサしたら分かります。ワンちゃんこの中にいるかもね。かもね。えでも来てないから。そう私のファンの人なんだけど。あら。あえそうなん。あそうそうそう。何来てないからね。来ないと自分の輪に現実突きつけられて言われないといけんねんけど。突きつけまくりますよ。現実は現実だもん。鋭い。夢は夢。いいね。まだまだらん。最近雑コラしてるの。してない。雑コラしてるの。あの特技っていうか趣味。あんましてないです。最近なんかもう電話とかせえへんくなった。あんまり人と。うん確かに、うん、なんか前夜結構してたよね。する？しない。誰ともしなくなった。だから、うん、さん結構するよ。マジ、うん？入れてよ。入れてよ。前したやん。うんした。入れてよ。割と。そうだからやっぱ深夜の電話の時にダスコラはよくやるってやってたから。うん確かに。でも眠くなっちゃうんだよねやっぱ3時半とか4時ぐらいまで来ると。うん。前バカみたいに電話してたもん。わかる。なんかグループ LINE とかも全然しないわ。てか LINE しなくなったあんま人と。友達いないのかな。まあまあ、そんなことないでしょ。いや友達はいないな。私は友達いないけどメンバーが友達を兼任してくれてる感じ。えらんもそう。えあんまなんかメンバーより友達って思っちゃってる、ね、同期とか賞味あんまライバルとか。え、わかる。思えない。えさチーム違うから余計じゃない。確かに。チーム一緒やったらさなんかちょっと、うんうん、一応やっぱちょっとライバル視あるかもしらんけどさ、かもしれない。チーム内でのね、かもチーム違ったらさなんていうの対比とかも並ぶことないやん。うん、めっちゃ仲いい人と同じチームちょっと複雑かもしれない。いやわかる、うん、あ確かにね。あこの子の方が立ち位置上やとかさ、うん、ちょっとなんか思いたくないのに気にしちゃうよな絶対、うん、確かに。ってなったら気楽やわ。同期おらんもん。そうじゃん次のチーム。あ確かに。思ったより一緒だった。そう一緒だよって。同い年しかも。うわな仲がいいと気まずいって言ってここで聞いてて、えこれはどっち比べちゃうやん。比べちゃうね。いやじゃあお互いから話聞こうらん。でもなんかチャケは大丈夫そうじゃない。誰があかん人おんの。いっちゃけはなんかそうなんか優しい。優しい。あれなんかえゆずかの方が上なのって思わなそうってこと。あうんなんかなんかオーラににじみ出たりとかしないと思うよ。そうだよね。そううわみたいなのは基本ない。穏やか。ゆずけさん爆竹ありがとう。バチバチすることないんだよね。普通にしたところで変わらないし、さっき。わかる。めんどくさいよね、バチバチする。そう。でも、ドラさんはマジで喧嘩したことないよ。みんな。うん。穏やか。ね、多分なんか自分で解決してると思う、みんな。ね、みんな、ね、自分の中でね。まあそれがいいのか悪いのか分からんけど。分かんないけどね。まあそれがまあドラさんの形なんやろなとか、ね、この4年で。使った方がいいっていうのは、それはそれこそ。ね、なんかぶつかろうと思えばぶつかれる。みんなもう無理じゃない。うんだってぶつかるべきことがないよね。そう確かにね、うん、ほんまにぶつからんったことないよね、うん、逆にどういうことでぶつかるんだろう。ぶつかるってなったら、だそもそもそれ自分たちにさあんまりさ意見出してそれが決定権になる機会がなかった今まで。聞かれることすらなかった。動いてないからね、うん、ドラさんで何かっていう機会が少なかった。多分ドラさんで何かやりますってなった時に決め事を自分たちで決めるってなったら多分
あ、今日はとかも、うん、あ確かにありそうとか衣装とかを自分で決めるってなったらさすがにあったと思うけど、そういう機会はそもそもないから、え、なんかそのさ、うん、上っ面なのさ、ぶつかんないと上っ面みたいな考えがうざい、ちょっとあーダメですよ、ダメですよ、ダメですよ。まあでもそれはね、うん、いろんな形があるじゃん。そうそう、それこそそれは自分の基準で考えすぎではって思う。これとかは現実突きつけてんだよ感情が出ちゃう。なるほどね。そうそう、そういう考えの人もいるけど、うん、別に、まあ、確かにメンバーと競うよりなんか自分となんか戦ってる感じ、ずっといいのアスリートみたいUSA の帽子かぶってますけど、なんかすごいね、世界の世界のユーズがって感じでも確かになんかさ、自分なんか過去の自分をどんどん成長していかないといけないじゃん、うん、どうした、なんか情熱大陸モード、そう、どうしたどうした、うん、すいませんって謝っちゃってるやん、悲しい、やめてあげて、ごめんちゃい7時10分だよ、だって本当に、ありがとう、定期的にお知らせしてくれ、ありがとう、時計さん、いい感じの時間、時計がないんですよね、それな、時計がない、うん、ここに携帯あるけど充電がない、つかないなんちゃん、いつもギリギリなイメージある、つかないとかやめて、 30% とかやめてよ、イメージ、イメージ、イメージ、別に良くない、それは悪くはないでしょ、え、なんかそれで腰変しようとかないでしょあ、こいつ充電もまともに食べられへんねや、腰変しようみたいな、心狭どういうこと、みんななんか充電 0% やからって腰変せんといてな、ほんまにどういう基準、充電ないねんから、これ面白い、うん、逆に一生って人いるかもよ、逆に逆に親近感みたいな、親近感、うん、星増えるかもしれない、かわいい、ありがとう、それと星増えるのもすごいけど確かに、いずかちゃん充電貯めれないの僕と一緒だなって思ってファンになりました、嬉しい嬉しいか、まあまあ、でも私もそういうタイプ、え、充電ギリギリタイプ、ああそういうこと、ね、さっきまで 3% とかだった、マジで 3%? そういう人ってさ LINE 返せないくない、わかんない、うん、私はそうなんだよ、え、てかさ、ゆずかさ、ランはさ、前いや、一生帰ってこない、ゆずか、お話し会の時にさ、送ってさ、結構面白い感じの LINE さ、返事もあってたのに全然来へんかったけど既読無視しちゃった、え、既読したの既読はした、珍しい、既読いつもせんでこれで見るやん、ゆずか、あー、確かに、なんで返事せんかったフェンディに見えたのにそう、なんか、あの、お話し会のさ、なんていう、アクリル板みたいなとこに、はいはいはい、なんかファンディ、ファンディ、ちょっと黙ってあのファンディって書いてたんよ、うん、それがフェンディに見えて、うん、で写真撮って、うん、よくフェンディネタ話すから、うん、フェンディって何で、うん、だからそれがフェンディに見えたみたいな、で LINE 送ったのに無視してきたこれはまあいいかなってこれはまあいいかな、私それで本当だねって言われても困るかもこれはフェンディだねお腹痛いですから、ラムゆずかからこれフェンディ見たって送られてきても確かにいいんじゃないわらわらとかでしょ、せめてせめて絶対死ぬわらわら絶対確かにでもな、うん、いや、フェンディメールに送ろうかなゆずか返事くれなかったんでみんなに送りたいと思いますこれがフェンディに見えました、以上、おやすみいらない送んない方がいいよそれな、絶対いらんよな、なんかぶっちゃけさ、みんな食べ物の写真とかさ、うん、あんまいらないよね、どう、でもね、結構コアなファンの人はね、うん、食べ物を送ってほしいって言ってくる、え、そうなの、え、なんかさ、なんていう、自分がめちゃすっぴんすぎる時とかさ、美味しそうな食べ物あってもやっぱそっちだけ撮っちゃうからさ、うん、それを送ってもあ、これいるかなとか思うんだけど、まあ、写真はないよりはやっぱあった方がいいのかな、どうなんだろうね、え、あった方がいいんじゃない、さすがに食べ物で、うん、そもそもなんかプライベートメール自体がコアな人しか撮ってないじゃん、うん、あ、そっか、プライベートだからな、確かに
プライベート全部送っちゃおうかな、これから。やめな。LINE のスクショとか。やめて、なんかもうマジ怖い、もう LINE しないわ、うん、もう LINE せんとこ。怖いわ、フェンディ送っちゃおう。トーク履歴全部消した、うん、怖い怖い。こんばんは、こんばんは。充電不足新規。待ってるよって来ちゃった。いや、やめときな。普通にメール送んなきゃ、そもそも、うん、最近やばい。こっちでしか送られんない、充電なし。お腹空いた。あとじゃあ 2,3 分で終わりにします。はい。確かに私写真送んないこと多いな、メール。あ、そうなんだ。そう、文章ちゃんと書いてれば。文章書いてるかな。書いてると思いますか。書きそうじゃけ、うん、書いてるときはめっちゃ書く。うん、けど、じゃあ書くときは、うん、どうでもいいことしか。ツイッターみたいなときある。なんかイベントの後とか、なんかしなんたらの千秋楽とか、そういうときは3つに分けてドアッと送ったりするときある、うん、書いてると思う。他の子知らんけど、まあ、そりゃそうか。3人プランとかじゃないと比べようがない。確かに。なんかいろいろ食べたいな。まあ、何食べたい？チキン。どんからん。肉食べたい。肉は食べない。食べたい。ヘルシーなもん食べたい。肉ヘルシーじゃない？肉による。鶏肉。遅い配信はできないかもしれない、うん、間に合ったらするけどできない可能性の方が高いかな、うん、これが夜の配信ですね、まあ、言うて7時だし夜の配信ですかね。だからなんだっけ、なんて落としたんだっけ、あれだ、ドボンの一押しガチャを回す配信をまた明日します。すいません。チキン、チキンだってクリスマスに食べたもん。うん、うん、食べた。確かに食べた。あれめっちゃ美味しかった。めっちゃ美味しかった、ね、ってかさ、タレ美味しくなかった。美味しかった。あれ売ってんだね。ってかなんかフライドチキン系しかないと思って、うん、あ、確かに。そっか、あれケンタやったよな。ケンタケンタでクリスマスのセットに入ってるって、うん、あ、そうなんや。ケンタ、あ、ないんだ。何食べたいかな。初見ありがとう。辛いの食べたいな。辛いの。辛いの。ああ、でも軽くて辛いのがいいかも。そんなんねえよ。自己処理。確認いただきました。いいな、確認食べたい。あ、やばいやばい。隣の子やばいわ。大騒ぎ天国。やばいやばい、処理できん。元気度の差がすごいって書いてあるけど、ラン疲れてるよね。まあでも疲れた時こそ、うん、そう、こうなる。大騒ぎ天国。疲れてるから大騒ぎ天国になる。わー、横向いた。チェ、え、久々見た、それ、ね、こっちじゃないよ、こっち両サイド。サンドバッグじゃないんです。怖いんだけど、ね、百裂肉球みたいな。ジマニアンの。ええ、妖怪ウォッチの。これ見てない、知らん。妖怪でしか分かんない。エラーも妖怪ウォッチ見てないけど、いとこがそれだけやってた、こっち。適当にやったんじゃん。いやいやいや、適当には、適当には。横向いちゃった。ブーブー、何何、急にブーブーされる。そう、横向いたら、あ、ね、そう、ブーってこの豚の絵文字をみんなで送ろうぜっていう。 あ、ね、うん、あ、そういうこと。そう、あまりにも横向くからいつもっていうね、決まりを作ったんよ。でも突然ファンの人に向かってもブーイングが起きてんのかな。そろそろ終わりにするか、うん、まあ、確かに。そうですね、終わりにせな。せなせなせな、石渡せな。終わりにしよう。終わりにしとこうぜ。もう吉本受けたら、うん、NMB 移籍しようかな。おい、大丈夫ですって言われそう。間に合ってます。間に合ってます。そもそも行こうかなとか言って。あ、大丈夫です。アンさん、ありがとう。良いお年を。
ランキング読みますか。うん、はい、どうぞ。13位ゆかさん、12位やすぽんさん、11位マジックさん、10位ジロータさん、9位まさとくん、8位くまっくまちゃん、7位斉藤さん、6位ニューツルーズさん、5位ムムさん、4位ゆうたくん、3位はやとさん、2位テルミン、1位ゼンタン、ありがとうございます。あざした。じゃあ、はい、ラジ行きます。はい、あ、間違えた。13位ペペさん、ありがとう。12位ケネスさん、ありがとう。11位なんだ、初がひよこ豆ギャン、ありがとうございます。10位エイニャーさん、ありがとうございます。9位ヒロさん、ありがとうございます。8位ノーさん、ありがとうございます。7位キッチンさん、ありがとうございます。6位はるかさん、ありがとうございます。5位ひろみちさん、ありがとうございます。4位ティエルトロさん、ありがとうございます。3位かっちゃん、ありがとうございます。2位うきょうさん、ありがとうございます。1位はプースケさんです。イエーイ、 Thank you、 ありがとうございます。では、こちら、つやけ、楽しそうで怖い。13位りんさん、ありがとうございます。12位ぞうさん、ありがとうございます。11位かぜあいのよさん、ありがとうございます。10位伊藤さとしさん、ありがとうございます。9位よっぴーさん、ありがとうございます。8位ヤンさん、ありがとうございます。7位ゆたかさん、ありがとうございます。6位よるみょんじゃちゃさん、ありがとうございます。5位亀太郎さん、ありがとうございます。4位ゆうじさん、ありがとうございます。3位ヘンリーおうとさん、ありがとうございます。ヘンリーおうとさん、ヘンリー違うよ、ヘンリーさん。2位生子しひろさん、ありがとうございます。そして1位は直樹さん、ありがとうございました。はい、じゃあラッキーランちゃんやります。はい、出るん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 、はい、40歳のしんさんです、ありがとうございます。スクショもらっていい？3人でやれ。じゃあいいよ、じゃあランちゃんだけちょっとはけていただいて、はい、なんだ、ゆず恋画面、ごめん、首してる今。オッケー。はい、こっち。はい。はい。はい。映ってませんね。映ってません。映ってないんですよ。なんか、めっちゃ車で、わーって言う。カーブね。カーブみたいな。どうしよっか。はい。はい。ありがとうございました。ということで、ありがとうございました。バイバーイ。さようなら。じゃあねー。グッバイ。